フィンランド、ハメーリンナのハメ城。城は、敵を防ぐために土や石で堅固に築いた建物、設備。主に近代以前の軍事的な防衛施設を呼ぶ。戦闘拠点であるとともに、食料や武器や資金の備蓄場所でもある。主要な城は、犠牲者や指揮官の住居であり、政治や情報の拠点であった。 順防衛用として産地に建築されることも多いが、街道や河川などの交通の要衝を抑え利用することも多い。城の一部、施設を、館や塔、城壁、堀、城門と呼ぶのに対し、全体を指し示す場合には、城郭とも言う。敵との境界線に近い前線の要塞を、出城と言い、主戦場を指す語にもなる。ヨーロッパ、 中国などの大陸では、都市を囲む城壁と戦闘拠点の城塞とを区別する。城という漢字自身、本来は前者の城壁都市を意味する。しかし、日本においては、城壁で囲まれた城壁都市が普及しなかったこともあり、主に後者の城塞の意味で使用される。本校でもこれを説明する。城には、一般的に次の機能がある。ただし、 規模によっては、どちらか一方を書く城塞も存在した。城は、軍事拠点を指す語だが、同様の目的で建設された、近代以降の施設は、主に、基地などと呼ばれる。この線引きは、明確ではなく、習慣的である。古代山城の石垣日本の城は、古代から、江戸末期までに、平地や丘陵、山を利用して築かれた。しかし、 日本における城は古代と中世以降で使われている土木、建築技術や用途が多少異なる。現在までに城と言われているものは中世から明治時代までに築かれたもので武家や城主などが日本国内の敵対する武力集団から守るための防衛施設である。古代日本では城を木と読み柵の字も用いた。柵は主に 大和王権が東北地方に設置した政治行政施設を併設する防御施設を意味する。城は水木や大野城のような西日本に点在した古代山城や防壁の類を意味する。これらは663年の白月の絵の戦いに敗れた大和王権が敵対した東や白木からの進行を想定して、 滅亡したくだらから日本に亡命した人々の指導によって築かれた防御施設で半畜土類の外角城壁を持つ特徴があったが、後の中世以降の追記技術へとは継承されることはなかった。中世、戦国時代では小高い丘陵や山などに描くという平地をいくつか設け、その車を柵や土類で囲ったり、切り岸といって斜面を急に加工して、 下の角から上がりにくくしたり、掘り切りや縦彫りという尾根を分けるように切った彫りなどで、他の角からの侵入を困難にしたり、区分けをした。角の入り口を小口と言い,い、その小口に門を設けたりもした。大抵は、主角、二の角、三の角という風に狂ワを名付ける。金星城角の建築と、水堀戦国時代中頃まで、弓矢や槍が中心だった。 古来の戦い方に、新たに、ポルトガルから伝わった火縄銃が加わったことで、兵や建物に防弾を考慮する必要が生じた。小田氏や豊臣氏の台頭する時代から、徳川氏が政権を樹立した江戸時代までの城は、こうした銃器に対する策として、内部に石や瓦礫を入れた、分厚い土壁や、主に寺院に使われていた屋根瓦、銃弾の届きにくい幅の堀、 そして、石垣が多用されることとなる。土類の方が、銃弾や砲弾の衝撃を吸収しやすいが、傾斜を急にしにくかったり、威圧感が薄かったり、崩壊しやすく、城壁や櫓などを作るには不向きであるため、多用されなかった。五稜郭はこの辺を考慮して、土類の城になったと考えられる。上地の選択も、主力であった山や山岳からより、 利便性の高い平地や平地に近い丘陵にも多く気づかれるようになった。山城のふもとに館を営んで生活や政務を行っていた城主や領主は、それまで有事の時にだけこもっていた城内に生活の場所を移すようになった。この城郭の利便性の追求と建築の高級化は、寺院建築や住宅建築の特徴を多く取り入れ、 日本城郭特有の天守のような重層な櫓の要素を持った老格建築を発生させた。このように城の外観には戦うためだけのものというだけではなく内外に種の権威を示す目的も含まれるようになり現在まで日本で見られるような独特な形式の城となった。グスクの石垣と建築群鹿児島県の奄美諸島よび沖縄地方の城は グスク、または、スクと呼ばれるものである。12世紀、沖縄地方に点在していた領主のアジの居城で、城内に、ウタキや、ウガンジュと呼ばれる、沖縄地方特有の信仰施設を持つ。もともと聖地のような土地を取り込んで築かれている。宮間時代に、多くのグスクが築かれ、現在までに見られる多くのグスクはこの頃のものである。土木や、 建築の技術、特に石垣は、日本内地の石垣とは異なり、琉球石灰岩を加工したい質味の石垣であって、外観も曲線をなして角さえも丸みを帯びている。また、中国や朝鮮半島で、馬面や、生地と呼ばれる横屋係りの出張りや、縄文においては、廃炉や、石像のアーチ門が見られるなど、日本内地の城郭建築とことにする箇所が見られる。 建築物では、日本城郭の二重矢倉や、天守ような高層建築はなく、ぎっしりと建てられた、社殿のほか矢倉としては、門上の矢倉のみである。城塞の技術は、15世紀から16世紀の火薬、大砲、銃の活躍によって大きく変化した。有史以来の防護設備、砦城、要塞の基本は、壁と塔であった。 壁により敵の侵入を防ぎながら、塔から高さを生かした攻撃を行うもので、重力を利用すれば、弓矢の威力は増し、単なる石や丸太も武器として利用することができた。攻撃側は壁を壊すための器具を工夫したが、いずれも大掛かりで時間のかかるもので、守備側の優位は固かった。しかし、大砲、銃が使われ出すと、 火薬を使った銃弾の威力は高さの優位を減少させ、大砲により高いが、比較的薄い壁は、容易にぶち壊されるようになった。このため要塞と城の機能は分離されるようになり、要塞は高さより厚さを重視するものになり、永久要塞としては星型要塞が、野戦要塞としては、残酷が主流となった。一方、城は防衛機能より居住性や、壮大さや、 豪華さを重視した、優雅で窓の多いものが作られるようになる。フランス語のシャトーは日本語で白と訳されているが、荘園主によるものは、城郭というよりは、イギリスアイルランドにおける、マナーハウスに相当する。古代リメスの最北端、ハドリアヌスの頂上帝とローマのアウレリアヌス、城壁中近東を含めた地域では、 文明が起こり都市が形成されるとその周囲に城壁を巡らしていたが、これは町の防護と戦時の拠点とするためだった。古代ギリシアではアクロポリスが作られ、その影響を受けたローマ人も戦時は丘に立てこもった。こうした様相は当時文明の中心であった地中海周辺ばかりでなく、例えばガイウス・ユリウス・カエサルのガリア戦記には、 謙遜な地形に築かれたガリア人の都市を攻略する様子がたびたび登場するように広く見られるものである。首都ローマにも都市を守る城壁であるセルウィウス城壁が築かれていた。また仮説であるが、ローマ軍団は進軍した先で十分な防御能力を備えた陣地を構築しており、これも城の一種と見ることもできる。高級的な基地としては、 ティベリウスの親衛隊の兵舎が挙げられる。古代ローマの前世紀になると、もはや侵入できる外敵が存在しなくなり、都市機能の拡大に合わせて、城壁を拡大していく必要がなくなった。ローマ帝国の防衛は、国境線に築かれた防壁リメス並びに軍団を呼び、補給物資を迅速に投射できる、ローマ街道等の輸送路の維持によって行われていた。しかしながら、 ローマ帝国が衰退する4世紀頃以降、ゲルマン人の侵入に対抗するため都市に城壁を築いて防衛する必要性が生じた。ローマ帝国最盛期には城壁を持たなかった首都ローマも全周約 19km、高さ 8m、厚さ 3.5m のローマンコンクリートで作られたアウレリアヌス城壁で防御されることになった。城壁の素材は地域や時代。 建築技術の程度によって様々で、日干しレンガや焼きレンガ、石、木、土など様々である。なお、ガリア戦記に記されているガリアの城壁は木を主体としたものであり、北西ヨーロッパに本格的に石像建築が導入されるのはローマ開港のことである。ローマ帝国の最盛期には強固なローマンコンクリートで城壁や塔が作られるようになっていた。このように、 古代一中海世界を含めて、10世紀半ばまでのヨーロッパには、厳密に、城と呼べるものは存在せず、主に都市や国を囲んで防御する城壁や塔が作られていた。中世モッドベイリー城郭都市、チッタデラ西ローマ帝国の消滅後、古代ローマの建築技術は、急速に失われ、土類並びに、木造の塔や柵が再び主流を成す時代が訪れた。 10世紀、農業技術革命による生産力の上昇に伴い人口の増大と富の蓄積が始まると、それらを守るための施設を作り維持する社会的余裕も生まれた。またカロリング町、フランク王国が衰退、分裂して、中央の支配力が緩み出し、ノルマン人やマジャール人の侵入が激しくなると、各地の領主は半ば自立して、領地や、 巨漢の防備を強化し始めた当初は、館と付属施設の周りに、直径50メートルほどの塀を作り、堀を掘る程度だったが、10世紀の終わり頃から城と呼べる建築物を作るようになった。多くは、木造の簡易なもので、代表的な形態が、モッドワンドベリー型である。平地や丘陵地域の周辺の土を掘り出して、堀を形成し、 その土で小山と丘を盛り上げた。小山は粘土で固めてその頂上に木造、または石造の塔を作った。この丘は、モットと呼ばれる。また、丘の脇、または周囲の付属地を木造の外壁で囲んで、貯蔵所や住居などの城の施設を作った。この土地は、ベイリーと呼ばれた。これは、非常に簡単に建築でき、100人の労働者が20日、 働けば建設できたと考えられている。このような城は、東西は、現在のポーランドから、イングランドやフランス、南北は、スカンディナビア半島から、イタリア半島の南部までの広範囲に広がっており、特に、フランスで多く使われていた。また、ほとんどの町も、城壁を有する城郭都市となった。古い町の中には、古代ローマ時代の城壁を再建。 補強して用いた場合もあった。集中式上閣クラックでシュバリエ上集中式、上閣ロンドン等11世紀には、天守や外壁が、石造りの城が建築されるようになるが、石造りの城は、建造に長期間かかり、費用も高額になるため、王や大貴族による建設が中心であり、地方では木造の城も多く残っていた。石壁には四角い塔が取り付けられ、 壁を守る形になった。12世紀の十字軍の時代には、中東におけるビザンティン、アラブの技術を取り入れ、追記技術に革新的変化が見られた。集中式城郭と呼ばれる城は、もっとの頂上に置かれた石造りの能型体の、天守塔、キープが、同心円状に配置された二重、またはそれ以上の城壁で守られていた。内側に行くほど壁を高くして、 外壁を破られても内側の防御が有利になるよう、工夫されている場合もあった。石造りの城を攻撃するためには、地下道を掘って、城壁を崩したり、工場塔や、波状土を使う従前の方法だけでなく、12世紀後半には十字軍が、中東から学んだカタパルトが使われるようになる。投石機は5 0ラムの石を2 0 0ル余り、飛ばすことができるものもあり、 14世紀末に大砲に、その役が取って変わられるまで白攻めの中心的兵器であった。この投石器より飛来する石段の衝撃を一し、吸収するため、脳型体の塔は多角形を経て、円筒型になり、また壁の厚みも増していった。代表的なものにクラークデシュバリエ城、ガイアール城がある。カーテンウォール式城郭ビューマリス城型パルトと並んで弓矢による、 攻撃技術も発展したが、城に立てこもった防御側の抵抗手段は、塔の上から石や熱した油を落とす程度のものであった。12世紀後半になり、塔や城壁に矢ざを設けて、クロス棒を用いて反撃を行うようになった。城壁には、壁面から突出する半円形の塔を廃止、そこに矢ざを設けることで城壁に取り付く敵兵に、 左右からいかけることが可能となった。こうして、城の軍事的機能の中心は、天守塔から、側冒頭を排した城壁に移行していった。ついには、城とは強固な城門と、側冒頭を排した城壁そのものとなり、城壁に内設する形で居住スペースなどの建物が、配置された。この様式の城のことを、カーテンウォール式城郭と呼ぶ。 ここに至り天主党の軍事的意味は消滅し、強固な城門であるゲートハウスがその役目を担うことになった。だが、城主たちは天主党の持つ支配と権力の象徴性を重視し、天主党を建てることに固執した場合もあった。金星星型要塞、ブルタング要塞のイッシュバンシュタイン城14世紀に建てられた、フィンランドのサボンリンナにあるオラビジョービザンツ帝国では、 ギリシアの火と呼ばれる火炎放射器が使われていたが、これが西ヨーロッパに広まることはなく、14世紀頃に中国から伝わった黒色火薬の製造技術が大砲の製造を可能にした。当初は単鉄の棒を円筒型に並べた固定したものや製造の居物を用いた大型の大砲が作られ、15世紀中頃からは航路技術の普及で鋳鉄を用いた。 中型、小型の大砲が大量生産されるようになる。15世紀の砲弾には作薬や新艦はなかったが、初速が大きく水平に近い軌道で飛ぶ砲弾の破壊力は大きかった。高い建造物は大砲の標的となったため城壁は高さよりも厚さを重視するようになり、さらに地下に掘り下げて建設され、地上からはその姿を見出せないような要塞型の 城となっていく。この形の城は、最終的に、星型要塞となった。これに対して、王公貴族の住居は、国境から、はるかに離れた、安全な地に防衛機能より居住性や、壮大さや、豪華さを重視した、優雅で窓の多い城や邸宅が建てられた。また、地方の中小貴族層は住居と、所領経営の拠点である小型の邸宅に住むように、 なった。現在のヨーロッパの城のイメージは、近世に建築されたこれらの軍事機能を持たない城や、邸宅によるものである。もっとクラフ城ウィンザー城と、左右のベイリー中世において、城を構築する平地や丘陵地域の周辺の土を、掘り出して堀を形成し、その土で盛り上げた城の中心となるために作った、小高い丘のことをモットという。または、 自然の地形を利用して、既存の小さな丘を用いることもあった。この丘の上には当初は監視所が、後に塔が建てられて城を防衛する上で、戦略上重要な場所であった。一つの城には一つのモッドが標準であるが、林間城のように二つのモッドが作られた城もある。ベイリー・ベイリーとは、モッドと共に堀や柵城壁で囲まれた木内の区域。 住居施設や倉庫、防御施設の他武器を整備する工房や木打ち協会などが建てられていることもあった。一つの城に二つ以上のベーリーが作られていることも多く、防御区画や異なる木打ち機能の区分けとして用いられていた。中庭と表記されることもある。キープキープとは中世ヨーロッパの城で中心となる建造物。モットの頂上に建てられ、当初は 木造の塔が、後に、石造りの塔が作られた。日本語で、主塔、王塔、天主塔、またはフランス語読みのドンジョンと表記されることもある。初期のモッドベイリー式の城郭であっても、モットの頂上は少なくとも、木造の屋来で囲まれており、時には、塔や、他の構築物で囲まれていることもあった。これらの木造の構造物が11世紀から12世紀頃には、 キープと呼ばれる石造りの建築物となった。多角形の石造りの外壁で囲った、包囲建築物である、シェルキープが、初期に多く見られ、後に2から3階建ての低い建物ホールキープ、さらには3階以上の高い塔タワーキープや、それに小灯をつけたもの、12世紀中頃には4つ、洋型、12世紀後期以降は、多角形のものが建てられるようになった。 また15世紀頃以降、タワーハウスと呼ばれる、居住空間をも包含した小型の城のような形態も現れた。城壁城壁とは、城を包囲して、防御機能を果たす幕壁及び、城壁等、保留などの一連の構築物のこと。初期の単純な形の城壁は、城壁上部の保老に狭間付き京壁を備えた壁で、しばしば、狭間窓が設けられていることもあった。 工場技術の発達に伴い、城壁の構築技術は13世紀頃にかけて、頂点に達した。城壁には、壁面から突出する、半円形の塔を廃し、そこに矢様を設けることで城壁に取り付く敵兵に、左右からいかけることが可能となった。幕壁部分の下部に傾斜面を設けることで、掘削による壁の破壊を難しくし、 工場塔が取り付きにくくするとともに、この傾斜面が幕壁を分厚くすることで砲撃に、対する、より高い抵抗力を持つようになった。幕壁には、一定間隔で塔が作られ、塔の戦術上の重要性が認識されてくると、その間隔は短くなっていった。この塔は、防衛目的のために作られた側冒頭のほか、戦術上を有利な地点に設けられたタレットや張り出し、 矢倉主に居住空間を提供した居住塔などがあった。一部の城では城壁や塔の頂上部に屋根状の木造構造物を掛けたものもあり、これをやぐらという。城には少なくとも一箇所の城門があり、1基の塔内部に門が組み込まれている場合と、1から2基の塔が門の脇を固めている場合のいずれかであった。13世紀になると、 城門とキープの機能を兼ね備えた楼門が作られるようになった。この楼門は双子の円筒型の塔の間に四角形の居住用建物が追加されたものが多かった。城門を閉じるために跳ね橋、落とし格子及び門扉が備えられるのが一般的であった。さらに防御機能を強化するため門の外側に要塞化した商法が設けられることもあった。 古代オリエントでは、蒸気のヨーロッパの項目にあるように城壁で囲まれた都市国家が成立した。その後、ローマ帝国によって併合されると、やはり蒸気通り高級的な要塞ではなく、ローマ街道による機動的な防衛により、大規模な城塞は建設されずにいた。しかしやがてイスラム勢力が台頭し、ローマ帝国の勢力が衰えると、 ヨーロッパとは異なる進歩を歩み始めた。城は、軍事技術だけでなく現地の異性者と結びつく、関係上、文化的な際から逃れることは、できなかった。イスラム教圏は、様々な地域にまたがるため城の建築は、現地の文化を取り込んだり、逆に現地に影響を与えた。アルハンブラ宮殿、トルヒーリョ城、アンベール城、ラールキラー。 トップカップ宮殿、ルメリヒサールなど広範な地域で著名な城が建設された。美術面での違いを除けば、中国やヨーロッパの城と同じく家宝に備え、塔や城壁を持つ点で全体的には似た部分も多い。民進大皇帝の居城、紫金城中国における城とは、本来城壁のことを意味し、都市や村など、 居住地全州を囲む防御施設を指すことが多い。そのため、中国語では、都市のことを城市と言い、欧州や日本に見られるような城は、城保という。ちなみに、城壁のことは城省という。大規模なものは、宮殿など支配者の住む場所を囲む内城と、都市全域を囲む外城に分かれており、内城は城、外城は閣と呼ばれ、合わせて城郭と言われる。 辺境では、北方騎馬民族の侵入への備えとして、万里の頂上を発達させた。また、城とは呼ばれないが長大堅固な城壁を持つ、要塞として、交通の要所に置く、艦が重要である。城壁は、当初、半畜による土壁であり、東長安城の城壁も、全長 27km に及ぶ長大な土章で、あった。時代が下ると、 さらに城壁の強度が求められ、現在中国各地に行こうとして残る秋代以後の城壁はその多くが堅牢なレンガ作りである。城壁の上部は城兵が往来可能な通路となっており、城壁に取り付いた敵軍を射撃するために、と呼ばれるスリットの入った土塀が備えられていた。城壁は一定間隔ごとに馬面という突出部を持ち、これが保留の役目を。 果たして敵を側面から攻撃するのを助けた。城壁には市外に出入りするための城門が設けられていた。石造りの土台をくり抜き、トンネル城としてというその上部に木造重層の廊閣が建てられ、その上には門の名称を記した変額が掲げられた。城門はその多くが二重構造となっており、城門の手前に敵を食い止める目的で、 半円形の昇格が設けられていた。これは、亀城と呼ばれ、洋の東西を問わず普遍的に見られる防御構造であり、日本城郭では、真っ型古行がこれに相当する。外敵が城内に攻め入るためにはまず、この亀城で足止めされることになるため、城兵は城壁や野郎から銃撃を仕掛けることができた。中華人民共和国時代に入って、 地域拡張のため、また近代化の妨げになるという批判もあり、ほとんどの都市では、城壁は取り壊されたが、西安や平遥のように、中華人民共和国国家歴史文化名城という文化遺産保護制度で保護されているものも多い。李氏朝鮮の縄文うる三条朝鮮半島の城は、朝鮮固有の形式である山城の他に、 中国の影響を強く受けた都市城壁を持つ友情の二形式があるが時代が下るとともに友情へと移行した。しかし山がちな地勢上、完全な友情は少なく、山城との接中形式のものが多く見られる。文禄慶長の役で日本軍の行為に耐えた延安城、また一旦は日本軍の攻撃を退けた陳樹城は、 その折衷形式のものである。現在の韓国水原市にある水原城は、李氏朝鮮の独自性を狙った作りだとも言われる。井上秀夫の調査によると、韓国の城郭市は、原始時代から現代に至るまでで、総数1806条あり、文献と遺跡とが一致するのは381以上であり、全体の21%とする。また文録、形状の役で、 南岸域を中心に、日本軍が作った日本式の城も多く存在し、それらは和城と呼ばれている。日本式の総石垣作りで、日本国内の城と同様に矢倉や城門、兵を建て並べ、天使を挙げた城もあった。現存する城は、戦闘時や城主の居住に供されるだけでなく、県政を誇示するために衣装を凝らして建てたものも多く、残るため、 地方の観光資源になっているものが多い。フランスにおけるロアールの古城巡り、ドイツにおけるロマンティック街道は城が観光資源となっている例である。城は史跡や文化遺産でもあるため見学者の立ち入りをどこまで認めるか、再建、修復時に歴史上存在した状態と観光面での利便性をどう両立するかが常に課題となる。 熱海城のように一度も存在したことがない城郭が現代になって新築された例もある。財団法人日本城郭協会が昭和49年度の事業として4月6日を城の日と定めた。平成4年に全国的な普及キャンペーンを行い、現在では各地の城でも天守の無料開放などの行事を行うことが多くなっている。この日は 多くの城で桜が咲く頃でもある。一般社団法人日本記念日、評議会に平成25年公式認定されている。姫路市は4月6日を白の日と定めている。1990年から姫路城を中心としたイベントを行い、通常は公開されていない矢倉の内部の公開などをしている。日本城郭協会は2006年に、 日本百名城を2017年に俗日本百名城を選定した。地元住民や観光客にとっての人気度に加えて歴史的な重要性、復元における正確性、保存状態などを基準としている。ありがとうございます。